激黒ザッギャル、スタピがついててなおかつ激うま、おーやー天気 AI とじゃあ皆さん、あれをまたこれ戦地の袋やないかい。はい、結構来ましたよ。どこ行くのこれは。今日はですね、夏なんで黒ギャルに行っておられます。まあ、でも確かに最近ギャルが流行ってるとか、ゆうちゃみみたいな白ギャルとかいろいろありますけれども、でもその中でも黒ギャル、はい、ただ黒ギャルって意外とあんまりいないんですよ。だからよりすぐりのすんごい黒ギャルを探してきたんで、エフェクト飯島愛みたいなもっと黒いかもしれないですね。マジで、はい、そんな黒いの、はい、じゃあ行こうか。これ高橋ビオリやで、これ。いやービオリですねだいぶこれビオリやな。この真夏暑い猛暑日に黒ギャルと今日のとこちなみに何分いくらなの。ちなみに今日のとこは60分2万7000円です。いや高っまあまあまあ、でもまあ高橋さん最近誕生日やったということで。あ、どうもありがとうございますバカの皆さん、こんな47歳になるなよバカだれまあまあ、今までやったことないジャンルなんでね、黒ギャルは。高橋が黒の中でもより黒を選なんです。そうです、着いたから。お、いやどんな声するのか待ってろよ。行ってらっしゃい。大丈夫ですか。大丈夫かわないよどうでした。真っ黒。おいや、どんな人が来たんすか。激黒。およくあんな黒い子見つけたな相当ギャルでした。ザッギャル。でも高級店というか60分2万7000円、これってやっぱ黒ギャルのブランドっていうものの料金も込まれてるというか、むちゃくちゃ可愛い。おお、やっぱそうなんですね。なんか誰に似てるとかあるんですか。これはこっちから聞く。誰に似てるって言われるみたいな。黒ギャル A な女優二大巨頭というと、アイカと泉真奈。泉真奈に似てるって言われるみたいな。色だけちゃうみたいな。おー、でも黒ギャルといえばみたいな。でも顔そのもので言えば、歯並びバッチリ、歯真っ白、絵に描いたようなふわっふわの、まあ茶髪。ああ、ふわふわ、まあなんか巻いてると。もう巻き茶髪。有村架純系をほんま真っ黒にして。おお、綺麗。なるほどですね。ほんま真っ黒すぎて、あのね、うわ黒って思って人形より黒い人形にもよるがないそっちのバージョンもあるんですね。こっちのバージョンもある160cm ぐらいで、みんなが好きなのよ。おトイとは誰にも言われない。そしてトツが C と。おー大きいっすね。それ F か G ぐらいちゃうん。G だけどクラファンで放棄をしたいすごい、なんかそんな感じのノリの良さを出してくる。めちゃくちゃノリもいい。クラウドファンディングででかくしたいとただでさえ G なのに。自由奔放。でも可愛いからもう全て許される。すぐにでも好きたいぐらいするする。やっぱね、黒ギャル系の特徴としてはびっくりするぐらい全身ツルツル、こっ先も焼けてるから綺麗に見えるの。おお、なるほどですね。分からんけど、俺はなんかひょっとしたらヒサロのマシーンが体毛の毛根全部焼き尽くすんだよ。ほんまにっすか。腹がツルツルなのね、ツルツル、ね、どっから来たのみたいな、都内のその辺とか言いながら、うん、スルスル生まれたままです。そして俺も 2,3 メーター開けて会話しながらアパレル製品を次々と取り外し、黒ギャルちゃんは綺麗好きなのかな。つくやいなや、すぐにため出した。じゃあ暑いねって言いながら、備え付けの冷蔵庫無料の水が2本だけ来たりして、それをすぐ取ってプシュッと開けてくれるところまでやってくれる。気遣いができるんですね。ちなみにいくつぐらいの人なんですか。見た目が23か、実質は26ぐらいかな。おで俺が水飲んでたら、もうはい歯ブラシとか言って、歯磨き粉をつけた歯ブラシもすぐに渡して、職場にいたら必ずできるタイプみたいな。船は溜まってきた。はい、溜まったからこっちおいで。はいはいって言いながら、おばに着いたらもうすぐ、はい、じゃあ、行ってくよーって言いながら、ネイルがこんぐらいあったから、手のひら伸ばし、はい。はい。やっぱネイルもすごいですか。ドピンク。ドピンクでこれぐらいや。長いっすね。何かわいくないって言いながら、慣れた人の車庫入れと同じ手の回し方で、俺のアンダーヘア、こうやって洗う。おぉ。今日暑いよねーって。これで済むのかな、お前。はい、じゃあ、
吐いていいよ。私もね、湿気ダメだから、湿気ってさ、薪が取れるじゃんみたいな。なるほどっすね。だからドアも開けてて、窓も開けてる。やっぱギャルの命がこのふわふわの薪だと。おー、そこを気遣ってるんですね。マキチャパが折れたくないと。なるほど。あ、じゃあ私上がるねみたいな感じ、はい、もうサクサクいく。はい、タオルポンみたいな。タオル軽く投げてくる。なるほど。俺もグワーってもうマッハで吹いて、ハコテシロウォータータオルの3点セットをピッと脇にそっと置いて、俺は目の前の四角いリングにイン。おお、はい、じゃあ転がってね。私もういいから。なるほどっすね。いや、俺は今すぐ全身かぶりついて、バラ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 、あとその黒ツヤをNAME したいけど、ここは言われるがままにマスク転がって、ビビビパッと。そして気づいたら反対のビート、おービービー来て下に降りてって即パクと。おお、下火がついててなおかつ激うま。おお、そうなんですね。でうまいの。下火とか痛くないんですか。むちゃくちゃいい。ちょうどツボを刺激されてる。なるほど。モーション音とかうまい上の音漏れの俺の3号が問題になってます。あれ同じ同じサイズ。邪魔やな。この屈強なパーマン3号が危うくパワッチしかない。おお、早いっすね。危ない危ない。待って待って、ちょっとうますぎる。とにかく主導権を握ってくるわけよ。俺は負けてられない。反撃開始。おお、誰か回ってきますね。 CHU とかめちゃくちゃ、そう、下インはないで、顔もめちゃくちゃ綺麗やから、もうめちゃくちゃブラーっていきたいけど、はい、でもそこはジョーに合わせて俺もぐらいだ。ぐらい。ごめん、ちょっとだけ、ちょっとだけ。とかって言うと俺まだ下にいるから、ちょっとだけ俺も NAME したい。ちょっと待って、何何どこ何したいのみたいな。グイグイ。なるほど。包帯してふわふわの髪を丁寧に、あ、ごめんね、あの髪のダメージ大丈夫とか言いながら丁寧に寝そべ RA して、右ビ左ビ、そのシートツ。わかったわかった、うん、ゆっくりね、丁寧にゆっくり静かに行くから、バーンでソフトに。めちゃめちゃ激しいじゃないですか。あ、で、そしてゆっくり肌質を堪能しながら下に下ってきました。皆さんお待たせしました、ペンタゴン。おお、いったんすね。おお、でも、はい、いろんなルールを持ってるギャルだから、綺麗好きだから、こういう場合ってあんまり褒められたくない。お、激しい声とか出したないというか、自分のペースでパワッチさせて自分のペースで帰りたいわけよ。なるほどなるほど。やるとして、でも俺はそろばさせない。ゾッと。ケンタも明らかに感じ合いてらっしゃる。ただでも到達したくないのか、あとこの仕事中に到達したくないタイプなのか。あ、ちょっと待って、気持ちだけど、何やばいんだけど、ちょっと一回待って一回待ってみたいな。そのままじゃ到達しちゃうな、なんせペンタゴンだからと。これで勢い余ってちょっとえっだと。ビクロギャルの応援にガッとこっちから行った。いやー、ヘンティゲイアイと言われたんすね。悲鳴が出た。どこ何してんのよと言われながら、俺の直感で分かる、このギャルは俺の A は多分してくれないだろう。なるほど。綺麗好きな美ギャル立ち入ってくれないだろうっていうような予想があったから、ならば悪いけど俺だけはこっちから頼む。なるほど。プロギャル A を堪能して悲鳴を浴びてからの、俺はここから再ペンタゴンで、待ってやばい、あーでもいい、待って待って、でもいい、このワードを繰り返し出して、これはちょっとギャルが嫌気がさす前に到達してもらいたいと、ここで出したのがシグマバーナストーム。なんすかそれ。これまた仕様のことですね。なんすか今の。どういうものかと言いますと、ジョーの相手の旬のマロンが目の前にあります。そこの旬のマロンをキャッチして
ついNAMEしながら、このマウスを離さずに薬フィンガーもしくは中フィンガーをサイドからインして腹筋の動きを見ながらすぐに到達してもらうというのが、これがペンタゴンなんですが、シグマバルナシオンこれね、どういうことかというと、こっちからこっちなんです。ここなんと親フィンガー、ここを親フィンガーにチェンジし、なおかつここからこっちで腹筋を軽くマッサージしつつ刺激するよ。このダブルで瞬く間のペンタゴンがさらに加速する。見てください、この手の形がシグマになってる。あのイケイケなやんちゃな黒ギャルが到達。おいやね、はい、屈強なイケイケわがまま黒ギャルを無事に到達に持っていけたのはシグマバルナショーだった。いやなんかすごそうな仕事ですね。どうしよう、ここなんだ。やっぱビクロギャルだからね、ウォーター水質も抜群。そうなんですね。アマゾンだったら1リットル2500円で、俺軽くインターバル取って再度カルペンタゴン行こうかと思ったけど、ちょっと待って待って待って、もう私到達しちゃったんだから、もう一回 NAMEしないでみたいな。なるほど、2回目はもうやめてくれと。余韻長いから、まあ、そこはもう守ろう。ちなみに今日は60分コース27000円。さっき下ピの F がめっちゃうまかったから、もう一回 F してんの。私の何そんな良かったみたいな。じゃあしょうがないな、じゃあしてあげるよ。ちょっとわがままやんちゃな感じで再度下ピやる F。 おーおー、いいっすね。いいなって感じで、パッて目離したらもうローウォーターを手に取ってもう塗られてた。なるほどっすね。そっからローウォーターハンドシェイク長ネイル BNAMEなるほど、全てが肌質がいいからか分からんけど、このローウォーターハンドもめちゃくちゃいいの。またもう危なな。ちょっと待って待って待って、何どうしたいのみたいな。ごめん、ちょっとだけベロベロしないから、ちょっと6+9になりたいと。なるほど。ダメだ、私もう一回パワッチしちゃったんだから、本当に NAMEしないでよ。多分しないなって。ここに黒ギャルのブラックフルムーンが。せえへんから、ちょっと待って、ちょっと待って、しないって言ったじゃんみたいな、怒られながら。なるほど。ブラックダブルフルムーンがあるでしょ。で、ここで、俺、ベロベロって言って、中がダメなのか、外側の旬のマロンね、どっちがダメなのみたいな。両方じゃん。でもね、どっちかっていうとマロンみたいな。でも俺はマロン。もうマロ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 激しいっすね。それで6球でもう一回ギャル F 味わい、いい感じに高まってきました。でもやっぱりここはわがままギャル、絶対口に出さないでよと言われた。ああ、そうなんですよ、やっぱり。わかりました。それ守ると。高まってきたから、じゃあ B ハンドにしてと。 B ハンド、 B ハンド、そう、 B ハンド、バーン。おお、そうっすね。それでもうめちゃめちゃパワッチしたじゃん。もう即ティッシュをブワーってね、はい、12枚ぐらいいっぱい取るっすね。この後お客さん入ってるんじゃん。もう夜12時まで全部予約入ってる。おお、すごいっすね。入れてる。へえ、黒ギャルって貴重な存在なの。まあ確かになかなか、はい、でも探したっすけどなかなか今いなかったっすもん。こっからお前自由奔放で、ああ彼氏欲しいなとか、お絶対近いうちにめちゃくちゃタイプでお金持ちで素敵な男子現れるから、だっていいビクロギャルやんみたいな。本当に何占いとかやってんのとか言うから、まあいろんな占いもできるし、パンプ色占いもできるから。ここで出るんですね。挙句の果てには「彼氏欲しい」「巻き取れた」ってブツブツ言いながら、これは生まれたての姿でまだこうやっておんの。 TikTok 見出してる。じゃあママさん、どうぞお願いします。最高。いやー、いい誕生日になりましたかね。いやー、たかしほんま黒かったよ。さあ皆さんのおかげでね、去年の誕生日はまさかのウグイス谷で60何歳とか大勢やってんけども、今年は真っ黒なビクロギャルということでした。皆さんのおかげでございます。ありがとうございます。今年の夏一番の暑くて最高の黒歴史。